どうも皆さん、こんにちは、ケンです。今回紹介するのはドローンやカメラジンバルで有名な DJI の認定ストア、 DJI 認定ストア福岡博多店を紹介したいと思います。この動画は九州山口県にお住まいの方に向いていると思います。 DJI 認定ストア福岡博多店は2019年の11月に博多区のコモンドにオープンしました。コモンドは中洲の北側にあって、中洲川端駅から約 500m、 徒歩8分で行くことができます。九州で唯一の DJI 認定ストアということで、ドローンからカメラジンバルまで様々な製品を取り扱っています。これから認定ストアの様子や実際にドローンに触れるメリット、そしてなんとドローンのトレーニングセンターの様子も紹介したいと思います。ということで、今から DJI 認定ストア福岡博多店を紹介していくんですけども、まずはこのストアの特徴や実店舗のメリットをさらっと紹介したいと思います。一つ、僕が使っているマービックシリーズや小さなミニ2、そしてマービック2エンタープライズなどの産業用ドローンまで多くの DJI 製品の実機が置かれており、実際に手に取って比較したりすることができます。2つ、ドローンだけでなくジンバルの取り扱いもあります。自分が持っているスマホを取り付けて、ジンバルってどんな感じなのと試し撮りすることができますし、今お使いの一眼レフやミラーレスカメラを持ってきて DJI 製のジンバルに装着してみて、取り付けが可能なのかどうかなど使用感や使い方を学ぶことができます。3つ、一般向けのドローンやジンバル、アクションカメラだけではなく産業用カメラや農業用ドローンなど DJI 製の産業用製品の取り扱いもあります。今後測量でドローンを使いたい、屋根の点検でドローンを使いたい、農薬散布でドローンを使いたいと、ドローンを使ったビジネスにも対応できる製品と知識を持った店員さんがいらっしゃいます。4つ、福岡市東区に DJI 認定ストア福岡博多店のドローンのトレーニングセンターがあります。こちらは室内でドローンを飛ばすことができます。不定期開催ですが、ドローンの初心者講習などを受けることができます。また SUSC 無人航空機操縦士2級や3級などのドローンの免許を取得することができます。5つ、 DJI 認定ストア、つまりドローン屋さんなので、ドローンの正しい飛ばし方や法律についてとても詳しいです。購入前にどのように飛ばすのか、飛ばしてはいけない場所はどこかなど詳しい話を聞いて購入することができます。ということで、早速 DJI 認定ストア福岡博多店に入ってみましょう。 DJI 認定ストアには DJI 製品のドローンをはじめ、オズモポケットやスマホのジンバルなど様々な製品の実機が置かれており、実際に電源を入れて動きや性能を試すことができます。例えばマービックエア2とミニ2とマービック2プロで迷っている場合、その3つが実際に同じ場所にあるので、手に取って比較できるのは認定ストアだからこそできることだと思います。驚いたのがジンバルに関してです。スマホ用のジンバルや一眼レフ用のジンバルに自分のカメラを取り付けて試し撮りすることができます。もしかしたらスマホ用のジンバルは軽いし取り扱いが簡単なので試し撮りできるところがあるかもしれませんが、一眼レフ用のジンバルに自分のカメラを設置して実体験できるのはとてもありがたいことだと思います。僕もジンバルはスマホ用、一眼用と思っていますが、ジンバルは扱いが難しい製品なので、実際に使用してみないとわからないことだらけですし、歩き方次第でヌルヌルさが変わってくるので、そういったことを試せるのは DJI 認定ストア福岡博多店の強みだと思います。店内にはドローンを試しに飛ばせるようなブースがあるので、どのように飛ばすのか、ドローンの映像とはどんなものなのかを体験することができます。実は僕ドローン歴は5年なんですけれども、操縦に関して知らないことがたくさんあって、スマホの画面をタッチせずにコントローラーだけで離陸させる方法などを教えてもらいました。店員さんは DJI 製品に関してはプロなので、ドローンでこういった撮影をしたい、こういったことをしたいと相談すれば、どの製品が向いているのかアドバイスしてくれますし、カメラのジンバルに関しても設定方法などを教えてもらうことができるので、DJI 製品で気になっているものがあれば、まずは認定ストアに行ってみて、いろいろ聞いてみて触ってみるといいと思います。この後福岡市東区のドローントレーニングセンターへやってきました。かなり広い室内なので、天候の影響を受けることなくドローン講習などを受けることができます。不定期開催ですが、ドローン操縦士育成セミナー、半日コースや1日コースなど、ドローンを購入したけど飛ばし方がわからないという方に向けた初心者のコースがあります。この初心者コースは DJI のスマホのアプリのダウンロードの仕方から、ドローンの電源の付け方まで、本当に初心者中の初心者向けのコースなので、ドローンを触ったことがない方も安心してドローンの飛ばし方を学ぶことができます。また最近話題のドローン免許を取得することができます。ドローン免許講習は4日間にわたって行われる本格的なドローン講習です。皆さんはドローンを選ぶとき何を基準にしますか？
僕は旅の YouTuber なのでバイク旅中にドローンを飛ばすことが多いんですが、バイク旅中でもモバイルバッテリーで充電することができる DJI スパークというドローンを3年近く使用していました。しかしスパークは小さなドローンなので約15分程度しか飛ばすことができず、何度も充電する必要がありました。そんな僕は最近ドローンをマービックエア2に買い替えました。なぜマービックエア2を選んだのかというと、1つのバッテリーで最大34分も飛ばすことができるからです。1つのバッテリーでスパークの倍以上飛ばすことができるので、あまり充電ができない長期のバイク旅中でも十分活躍できると判断したからです。このようにドローンの使い方によって自分に向いているドローンがあると思うので、そういったことを相談しながらドローンを選ぶことができるので、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。ということで、ここで僕のおすすめの DJI ドローンを3つさらっと紹介したいと思います。1つ目は DJI ミニ2です。このドローンの重さは 200g 以下なので航空法上の規制が一部免除となります。しかしながら 4K30fps で撮影できるなど、小さいながらも本格的なドローンです。最大飛行時間は18分です。実は僕も Mavic Air 2とこのミニ2を持っていて、状況によって使い分けています。次は DJI Mavic Air 2です。現行型で一番コスパのいいモデルだと思っています。自分を追いかけてくれるトラッキング機能などがあり、映画さながらのような映像を撮ることができます。 4K の 60fps で撮影できるなど本格的なドローンになります。また最大飛行時間が34分とレジャー向けドローンの現行型では一番長く飛ばせるのも魅力的です。僕が今メインで使用しているドローンもこの Mavic Air 2です。最後が DJI Mavic 2 Pro です。1インチセンサーを搭載しているので超高画質で撮影することができます。スウェーデン製のハッセルブラッドレンズを搭載しており、文字通りプロ仕様のモデルとなっています。 4K30fps まで撮影でき、最大31分の飛行が可能です。ということで、ここで僕が最近行ったおすすめのドローン撮影スポットを紹介したいと思います。一つ目は熊本県天草市の亀島です。僕がキャンプ道具を撮影しているキャンプ場で、なんとここ無人島なんです。無人島なんですけれども、干潮時になると道ができて渡ることができます。ちなみに天草市観光協会のページの亀島の写真は、僕が DJI スパークで撮影したものが使われています。二つ目は福岡県糸島市です。海津を走っているといくつものドローンスポットがあるのでおすすめな場所です。 DJI 認定ストアからも近いのでぜひ行ってみてください。3つ目は熊本県の阿蘇山です。どこでどう飛ばしてもいつも入るのでめちゃくちゃおすすめなスポットです。今紹介した3つのスポットは2020年2月現在ドローンを飛ばすことができますが、一部で飛行禁止になっているエリアなどもあるので、事前に施設や土地の管理者に問い合わせてから飛ばすようにしてください。本日のところでいかがだったでしょうか。 DJI 認定ストア福岡博多店の紹介でした。九州で唯一の DJI 認定ストアということで、 DJI の製品の取り扱いは九州で一番なので、九州や山口にお住まいの方でドローンやジンバルを購入を検討している方はぜひ一度足を運んでみてください。 DJI 認定ストア福岡博多店のホームページやドローンの講習に関する詳細は概要欄の方に貼っているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わります。ではまた。